岩崎久也は、日本の実業家。三菱財閥三代目総帥。1896年に男爵を授けられた。久也は、岩崎弥太郎、貴税夫妻の長男として、土佐国秋群、井口村に生まれた。父、弥太郎は、三菱財閥の創設者。明治8年に、福沢諭吉の慶応義塾に幼稚者から入塾。 3年後に父が開設した三菱商業学校に転じ、英語や母規、法律、経済を学んだ。慶応義塾普通部を卒業後、明治19年に米国留学し、1888年にアメリカのペンシルベニア大学、ウォートンスクールに入学。1891年に帰国後、副社長として三菱社に入り、1894年、 三菱社の合資会社転換とともに、おじ、岩崎や農介に代わって社長に就任。以後、1916年に、いとこの岩崎小谷谷に社長を譲るまで、三菱財閥三代目として、長崎造船所の近代化や東京、丸の内地区の開発など、事業の拡充を図り、キリンビール、農政事業、製紙業などの創業にも関わった。特に農政事業に関しては、 小井農場、末広農場のほか、朝鮮半島、スマトラ島、ブラジルといった界隈にまで経営の手を広げた。また、現在でいう事業部制を三菱合子会社に導入し、グループの活性化をもたらした。太平洋戦争後の1947年、財閥解体政策により、三人の息子と共に財閥家族に指定され、三菱参加企業の全役職を辞任。 千葉県と三里にあった末広農場の別邸にて引退生活を送った。久屋は1924年アジア学研究のための図書館、東洋文庫を設立するなど様々な社会貢献をした。東京都江東区政町の清澄庭園、本駒込の陸義園はそれぞれ1924年と1938年に久屋が東京市に寄付したものである。 東京市下役か山地にあった岩崎家本宅は1896年に久屋が建てたものである。現在は洋館、同級室、馬館の一部が残り、宅地とともに重要文化財に指定されている。洋館と同級室は除債屋コンドルの設計である。岩崎久屋邸は第二次世界大戦後は最高裁判所。 司法研修所などとして使用されていたが、2001年より、東京都の管理で、旧岩崎邸庭園として、一般公開されている。久屋に関連がある、台東区、高知県秋市、岩手県雫市町、千葉県富里市の4自治体は2018年5月16日、岩崎やゆかりの地高域文化観光協議会を、設立した。安子夫人との間に三男三女。 なお、久屋の岐阜、星名正益は、楠田美奈次二郎の父であり、また沢田都市の岐阜でもあるが、楠田美奈二郎は、元三菱銀行頭取、多実渡るの岐阜であり、沢田都市も、元三菱重工業社長、牧田与一郎の岐阜であるため、戦後の三菱系企業の経営者である多実と、牧田も、三菱の創業者一族、岩崎家と、 隕石関係で結ばれていると言える。三菱銀行取締役や東山農事社長等を歴任した岩崎弘也は孫、建築家の国広ジョージは彦。ありがとうございます。